武蔵溝の口駅は神奈川県川崎市高津区溝の口一丁目にある東日本旅客鉄道南部線の駅。川崎市民及び利用者の大半は東駅と乗り換え駅である東急田園都市線、大井町線の溝の口駅、駅周辺をの口と呼ぶことが多く、駅ビル、ノクティプラザの名称の由来にもなっている。駅番号は JN10。 当駅周辺の地名は溝の口であるが、以前は溝の口とも表記されており、当初はそのまま駅名が付けられる予定になっていた。しかし、当駅開業前に、すでに国鉄版単線溝の口駅があり、また国鉄線との貨物列車の直通運転も考慮されたことから、開業直前の1927年1月、当駅及び中原町駅に旧国名。 武蔵を関するよう駅名変更手続きがされ、当駅は当初より武蔵溝の口駅として開業した。また、当駅の数ヶ月後に開業した玉川電気鉄道の駅は当初溝の口駅と称していたが、1966年に溝の口駅へ改称された。この時、東急の他の駅でも同時に、毛のなどがひらがなに改められている。いずれの場合も読みは同じ。 溝の口である。上り川崎方面は一面一線、下り立川方面は一面二線の島式ホームで、あるが、それぞれのホームは対抗しておらず、ホームの半分が重なる程度にずれている。駅舎は、最近まで首都圏の乗り換え駅とは思えないような、古い造りで、常設の改札も東口にあるだけだったが、1998年、駅前再開発に伴い京上駅舎化された。 以前は、上りホームの立川方に、臨時改札があり町のラッシュ時間のみ使用されていたが、京上駅舎かと共に廃止された。京上駅舎と自由通路は広く作られたものの、上りホームの階段、エスカレータが大変狭く、また利用者が一点に集中する構造のため、工場的な混雑が問題化し、改築後にホーム位置をずらす工事が2度追加施行された。駅構内は、 終電から朝4時30分まで閉鎖されるが、自由通路は24時間通行可能である。2016年、JR 東日本が整備する6駅目のエコステモデル駅加工事が開始となり、川崎方面ホームに出店していたアジサイジャヤが閉店となった。跡地には自立型水素エネルギー供給システムが設置され、駅全体の電気がこのシステムによって賄われる。 その他にも、照明の LED 化やエコ表示板などの設置工事も行われた。かつて当駅始発の電車が主に3番線から発着し、早朝には2番線、朝夕ラッシュ時間帯には1番線からも発車していたが、2015年3月現在、当駅始発の電車は、上りと行きの1本と、川崎行きの2本のみである。2014年3月15日のダイヤ改正より、 一部の下り各駅停車が3番線で快速の待ち合わせをするようになった。なお、2017年3月4日のダイヤ改正をもって各駅停車の当駅での快速の待ち合わせはなくなり、代わって稲城長沼駅で快速の待ち合わせをすることに変更した。また、2019年3月16日のダイヤ改正で平日の夕方と土休日の日中のみだが、 下り角駅停車の3番線での快速の待ち合わせが復活した。また3番線の隣に川崎側が行き止まりの留置線が2本ある。出入港は廃線の都合上、上りと駅との間を階層で行われる。その他、1番線の川崎方で分岐して、上りホーム手前で行き止まりとなる短い側線と、ホームの裏までわずかに伸びる側線が2本あり。 裏まで伸びている側線はバラスト置き場となっていて、稀に保線機械などが留置されている。近年の推移は下表の通りである。高津区役所の最寄り駅でもあり、商業、行政ともに高津区の中心となっている。当駅及び隣接する東急田園都市線、大井町線溝の口駅を乗り換え駅とする一部区間での連絡運輸の取り扱いを行っている。 駅の所在地は溝口であるが、駅の北東が溝の口で、東南と西南は久本、北西は下作延べである。溝の口の地名の元となった玉川の支流平瀬川は、現在は国道246号線津田山陸橋の北側、津田山駅付近で交差する。かつては東駅付近を流れていたが、津田山をトンネルで抜けて玉川に注ぐように改修された。 注釈出典、ありがとうございます。